だから、はい、トンネルを掘って庭に逃げる道を作ったのよ。柱は若手の頃、借金取りから逃れるため、アパートの床下からトンネルを掘って庭から逃げ出した。こちらは本当でしょうか、嘘でしょうか。当たりこれ本当なんですか。本当。あ、これ結構昔ですか。そうだね、結構前。まだテレビに出始める前ぐらいとか。いや、出てるんだけど、はい、テリーさんの朝やんの頃。ああ。朝やんのギャラって1万5000円だったんだよ。1本、テリーさんから騙されてたんだよ。その時いくらぐらい借金あったんですか。350万。うわ、結構ありましたね、うん、何で作った借金だったんですか。350万。バイトはしないって決めてたんだよね。浅草キッドの玉袋筋太郎さんから、はいはい、あのバイトはするなって言われてたんだよね、格好悪いから。ああ、その芸人さんのお仕事で食べなさいと、うん、はい、はいはい。そしたらもうじゃあ普通に生活していくだけで借金が出てきてったっていう感じなんですか、ね、うん。そんで竹藤が来たで借金取り来てどうしたんですか、うん。コンコンコン、絵頭いるの分かってんだぞって言われた時に、はい、総裁から畳の下に部屋を作ればいいんじゃないかって総裁が言ったあ、そうなんですか、うん。もともと下が空いてたんですか、マンション。いや、板を全部引き抜いて引き抜いてで、畳を乗せて、はい、そしたら、はい、うん、大家がうるさいから、あ、江頭さんですねって合鍵を持ってガチャって入ってきて入ってきたんですか、中。そう、借金取りの人が。そうけど畳の下にいるじゃないですか、うん、で上に借金取りの人いて、いる。じゃあ足音とか聞こえるんですか。いや、そこに座ってるのが分かる。へえ、うん。で全然出ていかないんですか。出ていかないそれだとずっといるじゃん、借金取りが畳の上にあ、もう居座っちゃうんですね、うん。だから、はい、トンネルを掘って庭に逃げる道を作ったんだよすごいですね、うん。でもそれで逃げてとか。逃げて。へえ、じゃあ本当だったんですね。うん